バーミンガム大学はイギリス第二の都市バーミンガムに位置する名門国立大学である。卒業生から英国首相、卒業生及び教員から11人のノーベル賞、受賞者を輩出したり、各種の世界大学ランキングで常に最優秀な大学として評価される、世界有数の伝統ある名門大学である。英国の研究型大学で構成される、 ラッセルグループの一員であり、現在1万9000人を超える、学部生及び9000人を超える、大学院生が在籍している。世界トップクラスのビジネススクールだけでなく、米国研究、社会政策、ソーシャルワークなどの社会科学から教育学、天文学などの自然科学まで幅広い分野で世界の研究をリードしている。また、 就職の可能性が高く、素晴らしい成績を持つ、卒業生を輩出することにも定評がある。ハイフライヤーズリサーチ2021では、あの名門大学ケンブリッジ大学や、オックスフォード大学を抜いて、英国内1位の企業注目度である。キャンパスの一部メインキャンパスは、バーミンガム市中心から約3マイル南西に離れた、エジバストンに位置する。オールド城の愛称で知られる。 チェンバレン記念度系統を中心に整備された美しいキャンパスを有する。メインキャンパス以外にも、バーミンガム郊外にセデーオークキャンパス、アイアンブリッジ峡谷博物館トラストと提携して、設立されたアイアンブリッジ研究所、ストラットフォードアポンエーボンにシェイクスピア研究所等がある。イングランド最古のビジネススクール1902年に開校した同大学のビジネススクールは、 イングランドで最も古い歴史を持つ。同校の MBA は、英コのミスト誌で英国第1位にランクされた名門コースである。プログラムの特色同校、MBA の特徴は、入学時より専門分野にコース分けされるプロフェッショナル性の追求である。同プログラムを受験する際に、経営学修士、国際経営学コース、経営学修士、 国際金融学コースのいずれかを選択する。これにより、プログラム入学直後より、院生は、各専門分野に特化した研究を進めることができる。各コースで、合否選考基準も異なるため、国際経営学コースに在籍する院生は、プロジェクト経験等が重視され、出身業界は多岐にわたる傾向が強い。一方、国際金融学コースは、各国の金融当局、 中央銀行、金融機関でのファンドマネージャー、投資アナリスト、財務等の金融キャリアに偏る傾向がある。経済学、国際金融学金融会での動向の評価は高い。英国証券業協会は CC センターオブエクセレンスとして認定。欧州版証券アナリスト協会であるチーアの国際試験委員長には、動向のマイケル・シオボールド教授が就任している。 過去には2003年から2013年にかけてイングランド銀行総裁を務めたマービン・キング等が教授職について教鞭を振るっていた。イングリッシュ・アイビー・リーグ・エシ・テレグラフによるとバーミンガム大学を含む12校がイングリッシュ・アイビー・リーグとされる。分野別ランキング前衛5位以内のコースは次の通り。米国研究アメリカン・スタディーズ社会政策ソーシャル。 ポリシーソーシャルワークソーシャルワーク物理学と、天文学フィジクス、アンドアストロノミー考古学アーキオロジー理学療法、フィツヨテラッピーホスピタリティ、レジャー、レクレーションツーリズム、バーミンガム大学は、以下の日本の大学と大学間交流協定を結んでいる、一橋大学、神戸大学、九州大学、熊本大学、慶応義塾大学、上智大学、明治大学、 早稲田大学、関西大学、関西学院大学、駿河台大学、ありがとうございます。